石巻市の住宅で今朝早く夫婦とみられる2人が倒れているのが見つかりました。2人は意識不明の重体で病院に運ばれましたが、女性は間もなく死亡が確認されました。警察と消防によりますと、今日午前5時ごろ、石巻市新栄1丁目の住宅で40代の女性から夫に刺されたと110番通報がありました。警察と消防が駆けつけたところ、この家に住む40代の女性とその夫とみられる50代の男性が室内で倒れているのが見つかりました。2人は意識不明の重体で石巻市内の病院に運ばれましたが、間もなく女性の死亡が確認されました。男性は意識が回復し、命に別状はないということです。警察によりますと、現場には外から侵入した形跡はなく、2人の間に何らかのトラブルがあったとみて詳しく調べています。